回のタイトルは、ビットコイン BTC 半減期まで残り約1年、予想される日付と価格に与える影響です。ぜひ最後までお付き合いください。ビットコイン BTC の価格に大きな影響を与える可能性があると注目されている半減期までの残り期間が1年を切ったことが明らかになりました。ビットコイン次の半減期まで残り約362日、ビットコインの価格予想を行う際に重要視されている半減期まで残り1年未満となったことが明らかになりました。半減期とはビットコインのマイニングで獲得できる報酬の数量が半分になる時期のことであり、新しいブロックが21万ブロック生成されるタイミング、およそ4年周期で半減期が訪れる仕組みが採用されています。前回の半減期は2020年5月12日に訪れており、この時の半減期でビットコインのマイニング報酬は 6.25BTC となっていましたが、コイン月光のデータによると次の半減期までの残り日数は推定362日とされています。次の半減期は2024年4月28日頃、10分で1ブロックのペースでビットコインのマイニングが進んだ場合には、次の半減期が2024年4月28日頃に訪れる予定となっており、現在のブロック生成時間約 9.08 分で1ブロックのペースでマイニングが進んだ場合には、2024年4月26日頃に次の半減期が訪れる予定となっています。なおビットコインのブロック生成時間は変化するため、実際の半減期は上記の予想から多少ずれる可能性があるということを理解しておくことも重要です。これまでに訪れたビットコインの半減期の時期、変化したマイニング報酬額、当時の BTC 価格は表の通りです。迫る半減期がビットコイン価格に与える影響。ビットコインの半減期は価格上昇のタイミングを見極める上での重要な判断材料の一つにもなっており、最近でも複数の著名トレーダーやアナリストが半減期に関連した BTC 価格予想を語っています。先月は金融大手スタンダードチャータード銀行がビットコイン価格は2024年末までに10万ドル、約1340万円に達する可能性があるとの見解を示していましたが、この価格予想では価格上昇の要因の一つとして半減期の到来が挙げられていました。また S2F モデルを用いたビットコイン価格予想で知られる著名アナリストのプラン B 氏は4月21日のツイートで、 BTC は2012年、2016年、2020年の半減期の時と同様に半減期の後に上昇するとの予想を語っています。このようにビットコインの半減期は価格上昇につながる重要なイベントの一つとして捉えられているため、2024年の半減期にも注目が集まっています。なお半減期に関連するビットコイン価格予想では、次の半減期に入る前に BTC 保有者を降伏させるほどの恐怖が訪れるだろうとの予想も語られており、半減期前にはビットコイン価格が短期的に下落するとの予想も出ています。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。